金チャンネル。はい、皆さんこんにちは、リキンです。今回はですね、久留米市の日本最大級の観音様がある久留米成津山に参拝しに行ってきました。場所はですね、福岡県久留米市上津町、行き方は西鉄久留米駅バスセンターより2番乗り場屋根行きのバスより行くことができます。15分ほどで御殿場バス停に着きました。このバス停より100メートルほど戻ると右側に曲がる成津山への道が現れます。国道3号線よりすぐです。それでは参拝しに行きましょう。それでは中に入りましょう。
Thank you.
極楽浄土は何一つ苦しみがなく、あるままただ楽のみとされ、そこへたどり着くにはこの世において善行を尽くし仏様を敬うことが大切とされております。よろしければチャンネルの登録と評価をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。